全国障害年金パートナーズの動画こんに2015年6月9日伊藤園が100%野菜ジュースおよびビタミン強化型の野菜果実ミックスジュースの継続的な摂取により抑うつ不安の改善効果を確認したと発表しました。これは 筑波大学との共同研究によるものです。今回の研究では、毎日の食事に加えて、野菜100%のジュース、またはビタミン強化型の野菜、果実ミックスジュースで、野菜の栄養を補うことで、抑うつ状態、不安状態を改善できるかを検証したものです。抑うつ、不安症のある25歳から60歳の男女60名で、 臨床試験を行った結果約12週間で症状の改善が見られたということですうつ病を発症している人は発症していない人に比べて野菜の摂取量が少ないいと言われています。今回の研究では野菜ジュース等を摂取することでビタミンやカルテノイドといった栄養成分を十分にとることができたことで うつ病リスクを軽減できたと考えられています。伊藤園は、野菜100%飲料、野菜果実ミックスジュースを継続摂取することで、ストレスなどによる軽度の抑うつ状態や不安状態の改善に有効であると考えられます。今後はメカニズムの解明に向けて、さらなる研究を進めてまいります。とコメントしています。 最近の野菜ジュースは美味しくなっているので、継続して飲み続けることが難しくないと思います。現在、うつ病で悩んでいる人、ストレスをため込んでいる人は、野菜ジュースを継続して飲み続けてみると良いかもしれませんね。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴と、うつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。 また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。